私実はこう見えて〇〇なんです。見た目とギャップのあるエピソードを教えてください。ギャップのあるエピソードは、一番これ言ったらすごい驚かれるんですけど、私は小さい頃、小学生の頃、男の子と混じって野球をやっていました男の子と一緒のクラブチームに入っていたので、バリバリもう打ったり投げたりしていました。もうすごい走ってました今ではもうその面影もなく階段登るだけでもうハーハーしてます。なのでちょっと運動不足なので、運動しないとだなと思います。この先の人生、食べ物は3種類のみしか選べません。お、何がいいだろう3種類、なんだろう、3種類のローテーションだけで生きてください。ずっと3種類か。一番好きなのがエビチリなので、エビチリは絶対ずっと食べれます。あとはタラコパスタ、タラコパスタはずっと食べれそうだなと思います。もう一つ、なんか重くないのがいいな。醤油ラーメンとかですかねその3つでずっと生きていけるかな初めての体験は相当痛いと聞きました。どのくらいの痛みなのでしょうか。男性にも分かるように具体的に教えてください。はい、初めての体験は、はい、私の場合は同級生と外で会ったので、お互い未経験だったので結構痛かったです。例えると、なんか乾燥してるごぼうごぼう、ゴーヤは本当になんかゴシ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 される感じですかね。肌に痛いですよねはい、そんな感じです。はい、というわけで女子部屋でした。たいこと友達になってくださる方、チャンネル登録してくれると嬉しいです。あと質問もお待ちしています。